BAE-146 ブリュッセル航空の BAE-146BAE-146 とは、ブリティッシュエアロスペースが開発、製造していた乗客数82人から112人乗りの4発、ジェット旅客機である。小型機にもかかわらず、ジェットエンジンを4発搭載しているという貴重な機材でもある。イギリス製の中短距離向けジェット旅客機である。 BAC1 から11の後継として、中短距離の路線を運行するリージョナルジェットを目標に開発された。小型機としては、世界で唯一の4発機であるが、それは、同規格の旅客機とは違い、低騒音と氷着陸性能を狙っているためである。また、ジェット旅客機では、珍しい高翼構造や、テールコーンを左右に開くエアブレーキを採用している。 BAE-146 はこれらの理由から短い滑走路や騒音規制の厳しい空港を発着する近距離路線を中心に就航しており都心に近いため騒音制限が厳しくかつ滑走路が短いロンドンシティ空港ではこの機体を多く見ることができる。1960年代初期でハビランドエアクラフトはターボプロップエンジンを搭載する小型双発機の設計を始め 視線向け高翼旅客機リ H-123 と名付けられた。その後、デハビランドは、ホーカーシドレーに吸収合併され、ターボファンエンジン搭載の総発低翼 K1S-144 へと受け継がれた。しかし、適当な出力を発揮できるエンジンが見当たらず、開発は停滞した。1971年に、ホーカーシドレーの開発人は、 アメリカ製のアブコライカミングアルフ502を4機搭載した高翼配置の4発機設計を採用した。これを HS146 と指定され、1973年8月29日にイギリス政府の支援を取り付け、開発計画が承認された。直後に起きたオイルショックに伴う世界的景気の失速のため、計画の進行は後回しにされた。その間に、 ホーカーシドレーは、ブリティッシュエアロスペースの参加に入り、1978年7月10日に政府の支援を回復され、HS-146 の設計はいくつかの近代化がなされ、BAE-146 として開発は再開された。ブリティッシュエアロスペースの保有する BAE-146 から100試作機の初飛行は、 BAE146 シリーズ100が1981年9月3日、シリーズ100の胴体延長型のシリーズ200が1982年8月1日である。1983年に欧州航空規則による形式証明を取得、イギリススイス間で初就航した。BAE146 の基本的な特徴は15度の高体格を持った、 高翼配置の主翼と TGB 翼である。シリーズ100は、各々 31KN の出力を持つ4機の、アブコライカミングアルフ5 0 2 R-5、ターボファンエンジンを搭載したが、初期生産型はアルフ5 0 2 R-3 エンジンを搭載した。後着装置は、前輪式で、すべて引き込み式の二輪ボギーである。後方の主脚は胴体に引き込まれ、前輪は、 シュガーへ引き込まれる中国西北航空 BAE146 から300イギリスのみならずヨーロッパ諸国の航空会社で多く導入されたほかアジアやアメリカ、アフリカの航空会社にも多く導入され2001年まで生産された BAE146 の派生型としてはシリーズ100、シリーズ200、シリーズ300がある後期には グループ内の組織改編により、アブロライナーと呼んでいた。そのため、アブロ146と呼ばれたり、4発機であることからジャンボリノの愛称もある。現在も、ヨーロッパの航空会社を中心に運行されており、貨物機として運行されているケースもある。日本の航空会社が、BAE146 を運行したことはなかったが、イギリス王室専用機として飛来したほか、 中華人民共和国の航空会社が日中間の定期航空路線に使用したことがあった。1990年代前半に中国東方航空が上海、長崎間で使用していたほか、1996年に開設された中国西北航空が開設した広島発上海経由西安の路線では当初、この航空機が使われていた。1993年に エンジンを乾燥した上に操縦系統を近代化し、名称を変更し、アブロ RJ となった。各方は、RJ70、RJ85、RJ100 としているが、それぞれ定員を示したものであり、さらに定員を増加した、RJ115 もある。2001年には、生産を終了した。BAE146、アブロ RJ シリーズでは14件の全損事故。 事件が発生しており、計294人が死亡している。BA シティフライヤーのアブロ RJ100 シティジェットの BAE146 ブリュッセル航空のアブロ RJ100 コブハムアビエーションのアブロ RJ100、真下から見た BAE146。ありがとうございます。